はい、どうしますトナです。ジョンです。正確です。今日の企画はエッピーで興奮したエピソードあるあるすごいなぁ、ね、今回もインスタでちょっと募集して集めたんですけどあるあるなんですか。いや、もうね、あるあるじゃないのもちょこちょこあるんですけどほんまにすごかった、ちょっとボリューミーすぎて、皆さん回答がめちゃめちゃ面白すぎて、もしかしたら第2弾まで出るかもしれないもあるぐらいの感じになってますので、はい、ぜひちょっとお楽しみくださいということで、皆さんが実際体験したエピソード、そうですね、どうですよね、そうですね、エピソードってこと、エピソードやかましは自信持って入ろうや恐る恐るこうやって怖いんよ怖いんだ、味噌汁がそれ読み上げていってって感じですよね。わかりました。はい、それでは行ってみましょう。あの、しょっぱなからすいません、あの、高速からの、あそこにミンティアからの放置プレイは大変興奮いたしました。あ、なるほどね。あそこにミンティアを放り込んで放置プレイ、興奮すんのそれ、興奮すんの。もう初代からもうあるある飛び越えてます。でもこんなん結構来てますよ。マジっすか。まあ弱めですかこれで。いや、弱めは結構強めですけど、うん、まあおもろいなと思って、これは。やってんなでもこれミンティアっていいのってすごい思いました。え、ミンティア気持ちいいもんなんだ。なんかこれ僕あの、大学の時よくその、はい、女性側が口にミンティアを入れて、はい、あー、はいはい、そうですね、そうそうそう、あ、言っちゃいけない、これ何ペロペロしたら、うん、なんかめちゃめちゃスースーして新食感みたいなことは聞いたことあるんですよ。はい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 、はい、女性側に入れるのはちょっと聞いたことない。どうするかこれ。すごいなぁ。それだって初めて聞いた。なんか興奮すんのか。まあ、そっか、好きな人とやってたら興奮すんのか。そういうさ、全部最悪一人でもできますよね。ミンティアだけだから。まあ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 、そうなん、そうなん、うん、だからなんか学生の頃俺らそのよくおなるにおなるに見てないおなるに お尻の方に入れてたんですよ、罰ゲームとかでね、ミンティアとかを、はい、それってギャッギャーってやつなんですけど決して興奮はしなかったから、うん、おー、いや、男同士やからな。まあそんな、そういうことか。確かに女子混ざってたら興奮したんかな。あ、これすごいなぁ、すごいいいことやってんなぁ、すごいっすね。こんなんがバンバン来ますから。なるほど、いきますね、次のやつ。これも、これでいいっすね、定番でいいっすね。あの、家で声出したら聞こえるよって言われてわざと壁にくっついた状態で攻められた時。あー、 S なね、風流の話聞いたんかい。おー、なるほどね。でもやっぱでも、S プレイ組からしてもちょっといいですよね、こういうの。なんかちょっと、はいはいはい、ちょっと前までやったら、はい、あ、めっちゃいいって言ってたんですけど、はい、あの、言葉攻め、男が思ってるほど良くない感でのコメント見すぎて、ちょっと萎縮しちゃったっすね。良くないっすね、はい、ね、良くないっすね。そうやな、ちょっと萎縮しちゃった。でも、負のループやから。お互い良くしようとしてんのに片方が良くないから、あ、良くないや、あ、これも良くないや、これも良くない、もう負のループでなんで回ってるから。まあ、やっぱりね、トニートイルですから、そういうプレーとかも、ね、結局向こうがいいとなればいいもんなんですかね、やっぱヒアリングをしてね。そう、そう、そうだ。オリジナル作っていきましょうってことですね。そうですね。いや、これでも僕好きですけどね、めちゃめちゃ。俺も友達ん家とかでそれやるの好きっすね。わかります、わかりますよね、わかりますよ。友達ん家でやる、6人ぐらいで寝てる時、近くに誰か寝てるって時な。そうそうそう、忍びがね、忍びが下侍が、そうなんですよ、下侍動くわけや、くないさしてるぞっつって。じゃあ次のやついきますね。はい、遠隔操作バイブをつけられコンビニで買い物をして道を聞くミッションを与えられた後のエッチ。あー、あー、いいよ、それはいい。あー、でこれね、僕遠隔ローターって言っていいんですか。はい。ギリダメじゃないかな。遠隔のやつだね。遠隔ブルブル、はい、遠隔ブルブルを僕使用したことがないんですか。あー、ほぼないっすね。これどうなんですか、やります。僕はあの、鶴橋の方で一度鶴橋最適。大阪の地名出すなよ。俺、大阪出身じゃないから分からんから、鶴橋の夜そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい。どっち行ったか、なんかね、その、まあ、立って飲むような、はいはいはい、いろんな店がぐっちゃーなってるところで、その、店主と
会話ができるような場所で、うん、12個ブーって、そうそう、入れながら、うわすっごい、2人で並んでおでんちょっと2個くださいみたいな、卵と大根とガモでみたいな言って、うん、君あんたらどこ来たから来たみたいな、うん、こうここは弾み出したんだっていう、それすげえなー、むちゃむちゃ興奮しすぎて、へえ、俺飲みすぎて、うん、潰れました。痛さなかったよ最後まで。寝た、もったいな、3軒目ぐらいのバーで俺気づいた、寝た、もったいない、かわいそうやろ、ちょっと興奮しすぎたな、はぁ、あっちは終わられへんやろそんな、いやいや、その後やったけど、うんうん、そのうん、せっかくこう来てたこのまま飛び出せなかったんですよ、あ、そうやな、下火でね、そうそうそう、下火でちょっと、下火で、私ちょっとやっちゃった、もったいないな、トビンやでも、酒飲んでるやん、でも、おでんじゃなくて、そんなびっくり飲んでたよ、いや、めちゃめちゃ良かった、あー、もういいね、ちょっと一回やってみたいな、それな、次、続いてですね、チェックアウト10分前に雰囲気になり、間に合わないよって言いながら、かもねって強引に押した、かっこいい、かっこいいな、かっこいい、これはね、でも僕やったことありますよ、これはでもあるんじゃないですか、うん、これは、いや、かもねまではいけないですよ、かもねは言ってないかもしれないですけど、こういうことはやっぱ言ってます、そんなにさらっとこうヒュッていけなかったですね、やっぱそういう時は、そんなギリギリでいたそうですか、みんな監督のかもね待ちじゃないですか、かもね脈絡もなく、かもとっとすごいなぁ、綺麗なぁ、これでもいいですよね、すごいわ、好きですけどね、いや今のおもろかったですね、おしゃれですよね、おしゃれ、うん、これやないですか皆さん、逆にそんなギリギリやったことないっすね僕10分前のもう絶対無理だから、うん、あ、そうだ、諦めなかった、なるほどね、長いから絶対10分無理なんで、うん、俺はシンプルに遅刻しましたけどね、10分、あ、まあもうもう全然無理で、はい普通に、あ、そっか、延長すりゃ、逆に言ったら俺延長したことないから、俺もないかも、え、必ずもうミッション通りに、うんうんうん、うわー、カモネだ本当のカモネ、本当のカモネだカモネ髪の毛ボッサボサで、かっこいいちゃんと守るんですね、チェックアウトは、やばー守るっていう、すげーな、すげー、すげーなー、ないなー、直したことコントロールできてる、これ、多分皆さんやってると思うんですけど、はい、行っていいからの鬼ピストン、超興奮する、あ、そうなの、追い上げですね、なるほどね、確かに、あそこを感じてくれてる気がするな、なんかどっちなんですかね、精神的なやつなのか、精神的じゃないですか、精神的、そう、声出してる感はちょっとあるよな、あるあるある、精神か、ありがとう、精神だろうな、あれはでももうだってがむしゃらですもんね、相手の気持ちよさとか正直考えないですもんね、行く直前なんて、確かに確かに、うん、もう独りよがりに流せてもらうよ、あ、そう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 なうそ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 いやいや、まあそうかもしれないですけど、あれ全部演技ですよ、あれだな、うん、それはでも多分ね、今までやっていた女はエッピーじゃないかもな、そう、しかもあの温かいコメントも全部演技かもしれないですからね、今のはぁ、あ、誰を死にればいいんだ俺らが人間不信になっていくチャンネル、これドキュメンタリー、ドキュメンタリーちょっとずつ人減っていくっていうあいつはリタイアしましたすいません、ね、そうだろうかって言ってだんだん減ってくるよ、だんだん役島いってるかもしれないですよ補充せないかドキュメンタリーやなー誰が最後まで残るのか等身大で YouTube やったら誰が残れるのかうわおもろいなこれ、あーこれ俺ちょっとすみませんね、はい、海外からも来てます、はい、おぉOn the beach in the USA on New Year's Day いやー、わかんない俺らの聞き取れUSA とブリッジだけわかったこれ何言って直訳すると海、アメリカの海でニューヨークを、ニューヨークの新しい、うん、あの、新年を迎える時にしましたよと、うん、あ、海で、あ、オンザビーチオンザビーチですブリッジなんてなかった聞いてもらうリスニングが大丈夫、USAやったから大丈夫USAやったな新年迎えすげえなー絶
ビーボイな位置で対戦そんな時さ、だってめちゃめちゃ人おるわけじゃん確かに確かに確かに中で、どこですんのっていう確かにオンザビーチはすごくない確かにすごいですね1月寒ないんですかねさすがに寒いあ寒いんちゃうだって、そこビーチ確かに確かにねまあ、ちょいらしいじゃない服は着てるやろうななぁそんなオーイエス言うても全部オーイエスじゃないやは知らん知らん、会社に行ったら知らんよまあでも、このシチュエーション系は結構ね、来てるんですよね確かにシチュエーション萌えみたいなとこありますからね、うん、あの、職場のエレベーター前全身鏡がある、かっこ全身鏡がある場所でいたした後服着終わった瞬間、エレベーターの扉が開いた瞬間マジでどういうこと職場のもう衝撃ですよ、ね、現実かすごいよなと思ってマジっすかいやこういうね、驚くべきシチュエーションっていう方連絡結構来てるんですよマジっすか世の中広いなっていうことですよねしたいなと思っていたかったっすいなかったいや、それ知ってからやめたかったな最後あらあら辞める前によかった早めにやめてくれてよかったバレたらシャレにならないっすよバレたらシャレだなやろなぁすげぇどのタイミングなんやろなっていう一瞬チンポシブルですねお俺は B 級映画で変わりするぞ会社行ってたら、なんか今すごい結構いい役職のおっさんとかが若い頃やってたみたいな話は聞きますけどあのおっさんも実は若い頃会社でこういうことやってたってなるほどそうなんだそういう話は聞いたりしますけどすごいな、会議室とかはあるんですよ、実際あ、僕はないですけど、なるほどね聞いたことあるんですけどそんな切なにエレベーターはすごいよねそんなバレるリスクしかないとこやもんなしかもバレるギリギリよ空いたってこれもいいですよこれはソータラ好きそうドライブイン遠隔ローツキターからの我慢できず助手席からエラおーい我慢できずエラ急におしゃれな雑誌出てきたエラ時代ねいやこれいいよねお前ドライブやし遠隔やし俺お前俺詰め合わせみたいな詰め合わせが来ましたねソータラセットこれもいいですよねこれ俺もちょっと憧れたな今見てて我慢できなくなってエラっていうのがいいですわかるそう向こうがわかるよねすっごいわかるめちゃめちゃいいよそうなんよなでエラしながら今度さらに我慢できなくなっちゃってねああ連鎖や俺好きなのよ連鎖やなオペロ中に我慢できなくなる女性がわかりますわかりますすごいいいですよねわかりますそのままこうほふく前進で上がってくるようなもうってきてもうこれパーティー始まってるみたいなあめちゃくちゃ好きなんですよねめっちゃいいよねめっちゃ好きもうわってそれいいな社内いいな社内いいよな社内ね社内だってもうこの人はすることあんまないやん確かに今一度ねこの時代もう車どんどんねシェアエコロジーっつって車もシェアしていこうぜって言ってる時代車買いましょうよ皆さん逆にこれまたあのシチュエーションなんですけど物質で声を殺していた時鍵がかかってると外から声がして緊張と興奮がすごかったあーそれいいなシチュエーションですよねなんか点数出したいですねここにね確かに M1 の審査員みたいな感じ今もつかみバッチリでしたつかみでまあ60ぐらいかな思ったんですけどまあ残りきっちりまとめてきたんでまあ85まあ中盤っていうこともあってプレッシャーはあったんでまあちょっとプラスの5点で90点かななるほどね。って言いたくなる感じが。シチュエーションやな。シチュエーション。今のは聞くだけで興奮したもんな。憧れじゃないけど、全男子の憧れ。っていうかね、俺これを今回ね、すごかったんですよ。量が膨大で、多分300個近くいただいたんですよ。これ僕300個このぐらいのね、あのあるあるを見てるんですよ。めちゃめちゃ興奮してますから。すごかったっすよ。昨日すごいこれを俺一人で300個のエピソード出したわけ全部一回妄想してこれがウケるのかなとはもちろん考えてるけどそれで自分がもうこらったらみたいなのを想像しちゃってるからもうすごい僕の今あれが欲がめちゃめちゃ高ぶってます何言うてんすかそういう方で
監督の欲が高ぶってるっていう。いやもうこれ珍しいな。これすごいのよ、だから皆さんすごいな、全てが詰まってるんだよここに。しかも生地アイコンで顔ちらっと見えるから、確かに確かに、余計想像しやすいよね。ちょっと見てきますよねプロフィールこいつが会社だから、そうだから高くすぎるやつはちょっと見に行っちゃう。行っちゃいますよね。見に行って、あへえ、この人が間違っていいにしないように、いいにしないようにって手が震えるからしそうになるっていう、あの鍵アカウントのリクエスト送りそうになります。写真見たいって、どんな写真あげてんのか見たいって、ちゃんとめっちゃ綺麗なカフェやったりするよな。そういう子に限って、そうね、でも隠してる方がいいよな。いいですね、全く見えない方がおしゃれですね。いいですね。しそうだとちょっとね。そうですね。はい、ということで、撮れましたけど、すごくなかったですか。いやー、濃くなかったですか。なんかアグレッシブすぎません日本いろんなシチュエーションやってますね、やっぱ。いやすごいですよ、やっぱり皆さんいろいろ経験されてますよ。すげえ羨ましいな。なんか、まだまだ僕まだまだ経験不足やなっていう。いや、そうですね、確かに。もうちょっと、もっと努力して高み目指したいなっていうふうに思いました、せずに。かっこいい、かっこいい話に聞かれてくるんだ。そんな青春ドラマみたいな感じなんですよ。夢語り合った後ですやん。お前に刺激受けて俺もちょっとマジ頑張るわって思わんかった、まあ、ほとんどやってないんじゃないですか。もう全然でしょ、足元にもって感じでしょ。そうでしょ、高い目指しましょうよ。すごいな、これやっていくか。大事な人だ、なれば大事な人だ。ベッドからベントな。そうだよ、シチュエーション変わるから。はい、ベッド出ましょう皆さん。ベッド出ましょう。ベッドから出て新たな新境地行きましょう。ということで、はい、まあ、引き続きこうやってあのインスタでも募集させてもらうんで、はい、よかったらそれぞれインスタフォローもお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。